はあ、結局終電か。こんな生活続けてたらそのうち倒れるかもな。お帰りなのじゃ。すいません、間違えました。なんで？近所の子か。でもこの状況って端から見たら、耳触らせてもらえるんですか。お主少しは加減を。誰かと一緒にご飯を食べて。ここがエデンか。テレビアニメ世話焼き狐の千子さん、4月から放送開始じゃ。楽しみに。